はいはい。久々だね、ここロックフィッシュ回ってるからね。回ってるのか。回ってるよ。カメラ回ってる時と回ってない時の態度違うからね、カズさんね、完全にね。回ってるから。なんだかんだ荷物多いよね。いや、これはロッドスタンドだ。とりあえず添い対決で。カズ。カズ？あ、カズだよ。魚のカズ？それとも大きさ？いや、大きさ対決、カズ対決。魚は大きさでしょ。それとカズ？カズ？カズ。大きさ。カズ？大きさ。以上。楽勝会。と、今日本物のハモ釣りに来た？ハモ釣りたいですね。あの前回釣ったのちょっと鉛筆みたいなサイズだったからさ。そうそうそう、こんなんですよ。今日あれだわ。70以上だね。70以上で極太ハモ、うん、釣れるまで帰れません。どれ？どうすかね。全く当たりないですか。当たりなくてもさ、やっぱ一匹釣っていかないとさ。だって患者さんに釣れる気しないって言っちゃいますもん。いや、でもあれだ、俺ロックフィッシュやってるけどさ、あのガヤ3匹おしか釣れないから。目がかり何回ですか。ね、もう5発いってるわ。5発いってるから。とりあえず急遽変更して、はい、あのジャイアンがハモを釣るまで70センチ以上ね、はい、70センチ以上で俺の手首ぐらいのサイズのハモ釣るまで帰る。太くないですか。いや太いけどさ、太いけどあれだよ、それを釣るまで帰れないと、はい、でもそれぐらいの釣ったらもう本当に釣ったって言えるべ。そうっすね、前回のちっちゃいからさ、うん、ね、ということで。釣れないな。ちなみに今日の餌はサンマ。サンマ。サンマだね。サンマとなんかカツオもあんのか。カツオとかもね。うん。最初違う狙いだったから。で遠投ね。超遠投ね。ね、ということでちょっとドキドキするけど、頑張って釣ってください。はい。最後一言、面白いこと言ってください。カツちゃんって。はい、以上になります。おう。いい当たりがあった模様です。ぽいぽい。今竿尻上がんなかった。抜けた。来た。お来たんでね。結構でかいぞそれ。間違いない。俺当てるか。ハモ、アナゴ。あー、ニョロってる。あ、ニョロってるぞ。おれ、来たー。 おーい、でかいでかい。でかいわ。これはでかいわ。マジで？でかいでかい。これはでかいわ。これ何？結構でかいぜ。でかいっすよね。いい。さ、見えた俺、タオジラ上がるところ今。いや、なんかカデカデってたからあれと思ったんですね。うん、それはでかいわ。いやちょっと待って。最高だな。ちょっと待ってよ。おめでとう。おめでとう。初アナゴ。いや、しかも2回目。あ、でもいや、このサイズだらけ初だべこれ。初っすね。お、いや、すごいね。すごいですね。いやいや、おめでとう。いや、いいわ。あ、痛い痛い。なんか面白いこと一言。俺と一緒にハモる。はい、以上です。さて、何が釣れるか。おい、どうした。やばいんだ、マブで。何釣れた。ソイかい。ソイかい。ハモ、マジで。ハモったでや。マブで。マジでワームに食ってたの。おう、すごく。ちょっとでっけして握った。マジ、ワームに食ってくんの。
おお、シンカーだよねこれね。おおマジかい。マジ。ワームにハモ。え、聞いたことないよね、ワームにハモって。な、結構遠投して近場で。いや、だいぶ投げた。シンカー重くしてさ。うん。これ何もだ、21。これね、このワームに食ってきたんだ。食ってきた。これはやっぱちょっと磯目っぽいんじゃない。色が。はあ、はあはあはあ。どうどんな感じ引き。いやいや、やばかった。何そういうとかじゃない感じ。いや、何が何だか分からなかった最初。やばいっすよ、ワームに。やばい引きだったの。まあまあ興奮しないで。超興奮した。まあすごいね。うん。いや、すごいわ。